っぽく語ろう。それじゃあ今日はね、はい、この太郎ちゃんの絵描き歌をね作ってきたから、 ありがとうございます。聞いてくれる？はい、聞かせていただきたいと思います。それじゃあ今からやるからね、ちゃんと見といてくれよね。ほーい。ドリアンの実が二つありまして、もう一つあったから食べようと思ったら床に落としてぐちゃっとこの辺がなっちゃってで、ぐちゃっとドリアン。それからそいつを拾おうと慌てて下を向いたら、その上にメガネが落ちてきて。いやちょっと麻生さん、それはダメでしょ。麻生さん、メガネが落ちてきてってメガネ描いちゃダメでしょ。何か物に例えながら描かないとね。あっという間にとかではなくて、何かに例えながら書くのが絵描き歌でしょ。何か別のものに例えながら書かないと。いや、担当大臣とかじゃなくてね。ねえ、ちょっと聞いてください。似てんだろ。ねえ、どうとかじゃないでしょ。ちょんちょんじゃなくて、これ使っていいから。いや、ね、これあげるからね。いりませんよ。え、じゃあセリフも足しとこう。これね、無礼で、ございますと。お前よく言うもんな、無礼でございますってな。知ってませんよ。あんま言わない。一回だけ、一回だけですよ。あ、そうかそうか、あの時だけですよ。いや、絵描き歌ということであれば、何か別のものを描いているのかと思わせといて、あ、実は出来上がったらこれ河野太郎だよね、そうだよねというふうに思わせるのが絵描き歌なのであって、あ、 そうなの。それがドリアンの実が3つしか出てこねえで、こともあろうにメガネのところを描くのにメガネが落ちてきてなんて言いながら描くようでは、絵描き歌でも何でもねえだろっていうことになりますよ、そりゃ。あ、そういうもんかね。当たり前でしょうが。例えば私の絵描き歌でメガネを描くのであれば、どうやんの、まあ、マイナンバーカードが2枚ありましてとか、そういう風に書いていただければいいの。なるほど、ね、人の話聞いてます。何ですか、もぐもぐってね。なるほど、ドリアンを食わせるんじゃないっていうの。なるほどね。こちらはプラス81チャンネルです。チャンネル登録、高評価、これから心温まるコメントよろしくお願いしたいと思います。私からは以上です。